テクシステカトルテクシステカトルはアステカ神話の月の神。テクシステカトルとは縄トル語でホラガイの人を意味する。単にメツトリとも呼ばれる。図像的には詐欺の羽の頭飾りとホラガイをつけており、このことは月と水生動物の間に関係があると考えられていたことを表している。テクシステカトルは現在の太陽である。 第五の太陽の創造説話に登場する。フィレンツ英文書によると、まだ光のない時に、手置和間に、神々が集まり、テクシステカトルとナ和ツインの二神を生贄にして、太陽を創造しようとした。テクシステカトルは裕福で高慢な神で、黄金、宝石、羽毛で祭取を行った。ナ和ツインは貧しくつ,つましい神で、神と草で祭取を行った。 祭祀が終わるとそれらを地面に積み上げ、それが太陽のピラミッドと月のピラミッドになった。それから神々はまずテクシステカトルを火の中に飛び込ませようとしたが、テクシステカトルはためらった。ナナワツインが先に火に飛び込み、それを見て自らを恥じたテクシステカトルもまた火に飛び込んだ。ナ,ナワツインは火の中から黒い和紙として現れたが、テクシステカトルの飛び込んだ時には、 火の勢いが落ちていたために黒いブッチのあるジャガーになった。それから、ナナワチンとテクシステカトルは、太陽となって東方に出現したが、太陽が二つあると明るすぎるため、神々は、テクシステカトルの肩にウサギをぶつけてその光を減らし、月とした。しかし太陽は動かなかった。他の神々がイケゲになり、ケザルコアトルの導きによって太陽は動き出し、 月もそれに突き従って動くようになった。ありがとうございます。